午前8時、起床。ショコラ、バニラ、朝ですよ。起きなさい。まだまだ子猫ちゃんたちね。まったく手間がかかるのですから。水月流気象術その32、カッカ総用。こちょ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 。洋菓子の修行ですかね。ということは今日はお父様もお母様もいらっしゃらないので家には私たちだけですね。あらも、じゃあ今日はご飯も自給自足なんだね。最悪は一日くらい食べなくても死なないしね。はぁ、最近兄様が構ってくれないので水の成分を不足して欲求不満です。欲求不満って知ってる？エッチなやつだ。しぐれちゃん、まさかのエッチだ。それほどでもないわよ。このくらい妹のたしなみです。お、でも布団が暖かい。ご主人が姿を消してからまだそう時間は経ってないのよ。どれどれ、ふむふむ、確かにまだあったかくてご主人様の匂いがして気持ちいいにゃん。くん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 、確かにこれはスパイシーな兄様の残りが。香水にして私が独占したくなりますね。私も仲間外れは寂しい。お布団入る。むぞむぞ。にゃ、枕はショコラのものですよ、しぐれちゃん。シーツの素晴らしさがわからないとは、ショコラも青いですね。後で新品と交換しておくとしましょう。ご主人のお布団も悪くない。眠くなってくる。こう言われればショコラも、また夢の続きがおいでおいで。兄様の魔性の香りがそうさせるの。午前9時、朝食。朝食。ああ、なんで私がご飯作らなきゃいけないのよ、めんどくさ。そんなこと言ったら、なんで私のが作らなきゃいけねえんだよ、めんどくせえ。私家事とかやるキャラじゃないじゃない。
がにテーブルで待ってる側っていうか。家事はできねえの間違いだろ。他におめえ何ができんだよ。クーネラ遊ぶのニート猫じゃねえか。うわっ、ちょ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 。あら、お湯が跳ねちゃってごめんなさいね。うん、マリーナ、思わず肉球が跳ねちまってよ。やんの？ねえ、やるつもりなの？あたしとやるつもり？おめえこそやんのか、おい。朝からネチネチイチャモンつきやがって。お？10時、朝食、朝食、かっこ片付け編、片付け編。くったくった。猫飯もたまには悪くねえな。お腹いっぱいだとすべてがどうでもよくなるわね。2匹とも？そんな両手両足投げ出して寝転がっては明日ないですよ。しぐれちゃんも3人揃って大の字になって本当の姉妹みたいだね。なっちゃん？え？ああ、ごめん、洗い物に集中してて。ほら、私不器用だから気をつけないとすぐに。こうなっちゃうから、しょぼん。なっちゃんはパワフルな猫だからね。まあ、割れたのはあずちゃんのお茶碗だし、問題ないない。大丈夫だよ。次はソフトに頑張ろう。あずきのでよかった。じゃあ次はソフトに、ソフトに。あ、しぐれちゃんのお茶は。させるか。おお、ナイスキャッチ。すごいすごいよ、ここちゃん。すごい反射神経だよ。まるで一人サーカス、素晴らしいの一言。いや、それほどでもないよ、こんなの。もう一回、もう一回。アンコール、アンコール。じゃあもう一回だけ。今度は自分のお茶碗でね。もう一回。もう一回。お父さんが子供をあやしてるみたいですね。お父さんと子供？ってことは、ま
しかして私がお母さんで、なっちゃんと？そにゃ、そにゃの。めしべとめしべじゃ赤ちゃんは、赤ちゃんはできないのに。朝からシナモン震えちゃう。相変わらずバカだな、モンシナのやつは。そうね、バカね、相変わらず。これでこそ私の愛する猫たちね。午前11時、緊急お掃除。掃除お掃除の時間、お掃除の時間。私たちに今日課せられた使命は、廊下の拭き掃除。面倒だけど頑張る。これ一体何の装置なんだ？私も見たことないわね。危険物じゃないよね。もしそうならこんな堂々と置いてないだろうし。壁に貼り付けてあるってことは何か備え付けのものなんでしょうけど。前方に猫だかり発見。場所的におそらくトイレ。みんな何してるんだろう。ズレおしっこって聞いたことあるよ。女の子たちがするんだって、きっとそれだよ。ショコラは微妙に間違えた知識を持ってるのが可愛いね。よしよし、いつまでもそのままでいるんだよ。あ、ショコラ、バニラ、おめえら、これ何だか知らねえか。これって、ん、何この置物、知らないよ。昨日まではなかったと思うのよね。 まさか水月家にも盗撮被害が。バッカ野郎、そんなんあったらメイプルのアホの全裸トイレショーが世の中にバレるじゃねえか。いやー、だからそんな小さい頃の話すんなっつってんでしょ。トイレくらいは今はあんなでできるわよ。どっちにしても水月家の猫の威信に関わるね。これは一大事。これって、こないだテレビで見た自動で出る芳香剤ってやつ？あ、僕も、じゃない、私も見た。時間が来たり、人が通ったりすると反応して芳香剤を出すって。ふーん、そいつはなかなかの文明品じゃねえか。つまり、常にトイレからいい匂いがするってわけか。鼻の中に思い切り入った。これきつい。
こっちゃない。自動で出るんだから分かりきってるだろうに。とりあえずお水で洗わないと。ほらあずちゃん、私の手握って。かたじけねえシナモン、この恩は目を洗うまでは忘れねえからよ。悲しみの螺旋が何ですって？にゃっ、しぐれちゃん。しぐれ。真面目に掃除をしてるかと思ったら、一体何の騒ぎですか？これは。あ、ちげんだって、しぐれ。何が違うって、いろいろとちげんだって。そうよ、別に怒るようなことじゃないのよ。そのやむにやまれぬ事情があって。しぐれ様の笑顔が怖い。僕何もしてないよ。このトイレットペーパーで拘束されるのもまた。はい、水月の猫たちが揃いも揃ってこんな集体とは。全員とりあえず片付けからね。お仕置きは後でもできますし。はい、すみませんが大変でした。午後12時、洗濯物。物干し竿に手が届かないよ。これじゃお洗濯物が干せない。いいよシナモン、高いところは僕に任せて。洗濯物広げて渡してくれる？年下なのに頼りがいがあるな。メインくんだから体が大きいだけだよ。こういう時は便利だけどね。でもシャワーも浴びてさっぱりできてよかったよね。濡れたままじゃ一日気持ち悪かったし。そうだね、しぐれ様もあんな装置をトイレにつけるなら一言教えてくれればいいのに。そうだね、そうすればあんなことにならなかったのにね。あ、蝶々だ、蝶々が飛んでる。ほんとだ、蝶々がひらひらと目の前を誘うみたいに。そわそわそわ、ブズブズブズ。はっ、いけないいけない、僕は立派な猫なんだから蝶々くらいで惑わされちゃダメだ。
か空足是式明鏡止水油断大敵、僕は大人、僕は大人。気にならない、蝶々なんてヒラヒラしてても目の前を飛んでても気にならない、気にならない、気にならない。私のこの手が真っ赤に燃える、蝶々を落とせと轟き叫ぶ。わー、くのやつ、あずき、フィンカー、いやー、ち、逃がしたか。次は外さねえぞ、くらいやがれ。金と遊びだけが友達だ、にゃーんぱーっ。メインくんごときが何しやがる、言ってんじゃねえか。僕のセリフだ、このマンチカン。なんでいきなりあんな助走つけて猫パンチするんだよ。てめえがそこに突っ立ってんのが悪いんだろうが。でけえ図体と一緒に猫の誇りまでなくしちまったのか。そっちこそ豆チカンのくせに無理してリーチのない猫パンチ振り回すからだろ。てか僕がいるんだから避ければいいじゃんか、なんでそのまま突っ込んでくるんだよ。うるせえ、やんのかてめえ、蝶々の前にてめえからぶっ潰すぞ。いいよ、たまにはお灸据えてあげる。ごめんなさいって言うまで関節締め上げるからね。おお、目にも止まらぬあずきちゃんのフットワーク、残像、残像が見えるよ。でもすぐ捕まったね。そこから流れるような足四の字固めだ。うん、なっちゃんは相手が悪いよね。まあ、あずちゃんが明らかに悪いし仕方ないかな。本当にあの2匹は喧嘩ばっかして飽きないわね。